これは何だろう、この真ん中のやつは何かな。これは聞こえるだけのやつ。こんにちは。こちら新しいスタジオで始めました、私、KNUI 日本語放送、隣のビルディングに引っ越しまして、先週は本当にあの番組の放送できませんでしたことを深く お詫びをいたします。スタジオのこの引っ越しのためですね、先週お休みとなりまして、今日は、新規新たにですね、この新しいスタジオで、この番組を始めたいと思います。今日も午後6時になりました。マウイ日本語放送、マウイのラジオでは唯一の日本語放送です。皆さん今日も6時から7時30分までの1時間半ご一緒に楽しんでいきましょう。この番組楽しみにしてた方、先週は本当に申し訳ありませんでした。先週に、お届けする予定でした、番組、今日、その代わりといってはなんですが、いろいろとご紹介するつもりでおります。ただワイルコ新聞集光明ジャマーの方なんですけれども、こちらは少しあの機材の関係で先生のお話を聞いていただけない状態になっております。申し訳ないですけれども、北川先生のお話は来週の5週目に、ぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。お届けする予定ですね。今日の方ではまだ、まだこちらの方では、少しお届けできません。そしてですね、今日は、この、今日の番組のご紹介をいたします。先週お届けできませんでした、このワイルコ新聞集アワーはお休み、そして6時30分からコミュニティニュース、そして新番組、今月からスタートしましたパイや臨済前のご協力によりまして、何でも臨済前コーナーをそのあと続いてお届けしたいと思いますね。今日はですね、千坂誠雄先生、今度新しく、リタイアされた山口先生の後にいらっしゃった先生、このスタジオにお越しいただいてお話をいただくことになっております。皆さんどうぞお楽しみにお待ちください。そして、皆様と一緒にですね、この1時間30分も、日本語放送を楽しんでいきたいと思います。パーソナリティ武田津由美です。今日もよろしくお願いします。